はい、どうも笹原です。今回は筋活で健康寿命を10歳伸ばす、今からでも遅くない100年足腰の作り方についてお伝えします。ではまず最初、一つちょっとクイズを出したいんですけれども、ある田舎で全然道が舗装されてないところがありました。そこで道を舗装したところ足腰弱ってしまう人が非常に増えたんですね。これってなぜやと思いますか？実は舗装されてないような道っていうのは、こうデコボコこうやってしてるのを耐えて歩かなダメってなるので、しっかりバランスをとって筋肉を使ったりとか、あとはそこでしっかり歩こうとするのでしっかり筋肉を使うという運動ができてたんです。つまり100年自分の足腰をしっかり保つために大事なのは、筋肉ってのをいかに正しくちゃんと使ってあげるか、これが非常に大事なんです。ただこうやって言うと、いや外を言うともう今舗装されてるからそんなデコボコした道ないですよって思われたりとか、あとは筋肉使わなあかんっていうのはなんとなくわかるけども、それで外に出て運動するのがなかなかできひねんって思ってる方がきっといると思います。もちろん外に出て運動した方がいいんですけども、それができないって方が多いと思いますので、今回は100年自分の足腰を作るために家で簡単にできる方法っていうのを3つご紹介します。で、この3つっていうのをぜひ一緒に実践してもらって、100年自分の足腰で生きれるための足腰っていうのを手に入れましょう。では100年足腰を作って、さらに健康寿命を10歳伸ばすための筋肉を使うやり方ですけども、まず最初に大事なのが、こう筋肉を使う、特にずっと自分の足腰を保つために、この太ももの前をガッと鍛えるために、こうスクワット、これいっぱいしたらいいんでしょって思われる方非常に多いんですけども、実はこれは間違いです。じゃあ前を使っちゃダメやったらどこ使ったらいいのってとこですけども、ここが非常に大事って、なぜなら自分の足腰をしっかり保つために大事なのは、日常生活普段使っている筋肉ではなくて、全然使わなくなってしまう、特に年齢を重ねて使わなくなってしまう筋肉っていうのをちゃんと使ってあげる、ここがものすごく大事になります。じゃあこれはどういうことなのかというと、まず年齢を重ねてくると、ここのお腹の力ってのがもう皆さんと言ってもいいほど弱ってきます。じゃあここが弱ってくるとどうなるかというと、腰が後ろに倒れやすくなります。後ろに倒れやすくなるとどうなるかというと、膝ってのが軽く曲がってきます。実際周り見渡してみてどうですか？年齢重ねてピシッと膝がまっすぐ伸びてる人よりも、軽くこう曲がっちゃってる人の方がよく見かけると思うんです。じゃあこの膝が曲がるとどうなるかというと、ちょっとこの太ももの前に手を当ててみてください。これ膝を曲げた状態で立ってほしいんですね。ここ触ったら硬くなる、わかりますかね？つまり膝が曲がった状態で立つと、無意識に太ももの前の筋肉っていうのは使わないんじゃなくて、使って立ってる状態になるんです。だからここをそんな鍛えなくていいって言った理由っていうのは、普段膝が曲がって立ってしまってる方が多いので、ここを普段使ってるのにさらに使う必要性っていうのがないからです。ではここ使いすぎるならどこが使わなくなるのか、ここが大事になってきますよね。で、その使わなくなる筋肉っていうのはほとんど決まってます。まず膝が曲がって前を使うと、この反対のもも裏の筋肉っていうのを使わなくなります。なのでここの太ももの裏側っていうのをまず使わなくなります。で、さらにこうやって膝が曲がった状態にすると、次何が起きるのかというと、膝の位置がだんだん外外に行きやすくなります。俗に言う O 脚です。じゃあこの O 脚になると次どこを使わなくなるかというと、この太ももの内側の筋肉でぐーっと引っ張って内に戻すってことがなかなかできなくなるから、この内ももの筋肉っていうのが弱くなって使わなくなります。で、さらに立ってる時だけじゃなくて、こうやって歩く時でも、普通に歩いてたらちゃんと足首をこう上下に動かしてしっかりと蹴って歩くことができますけども、だんだん足首を全然使わずにバタバタと歩くようになります。するとどうなるのかというと、足首をしっかりグッと使って蹴れなくなる。こう蹴れないってことは、蹴るときにどこの筋肉を使っているかというと、このふくらはぎの筋肉です。なので歩き方が悪くなると、ふくらはぎの筋肉っていうのは使わなくなります。つまり健康寿命を10歳20歳伸ばして、100年自分の足腰を手に入れるために大事なのは、まず弱ってくるこのお腹の筋肉っていうのを使ってあげる。で、膝が曲がってくることによって使わなくなるこの太ももの後ろであったり、さらにこのお尻ですね、このお尻とか太ももの裏の筋肉っていうのを使ってあげる。で、膝が外に行ってこの辺が使えなくなるので、この内ももの筋肉っていうのを使ってあげる。で、さらに歩き方が悪くなることによるふくらはぎの筋肉っていうのを使ってあげる。
これらの筋肉っていうのをちゃんと使ってあげることを日々実践していく。これが大事になってきます。ただ、これだけいろんな筋肉を聞くと、なんかすごく難しいことをしていっぱい鍛えなあかんって思いがちですけども、そんなことないです。今からほんと簡単にできるやり方を3つ紹介します。この簡単なやり方3つやるだけで、しっかり先ほどの使えてない筋肉っていうのを使うことができますので、今からこの動画でやっていきますので、この動画を見ながら一緒に実践していきましょう。はい、では今から100年足腰っていうのを作って健康寿命を伸ばすための一つ目の筋活運動のやり方をお伝えします。ではまずやり方ですけども、まずこういったタオルを用意してください。このタオルをこのような形でくるーっと巻いてですね、巻いてこのようなタオルの状態を作ってください。でタオルを作ったら次この内もものこの内側のところに挟みます。で挟んだ状態で次は立つ位置ですけど、こうやって腰を前にしてしまうとお腹の力が全然使えなくなってしまうので、腰はややこう後ろに引くようなイメージで立つようにしてください。でこのポジションが取れたら次にやるのがかかとをギュッと上に上げてで下ろすです。つまりこのポジションでかかと上げてのを上げて下ろしてを10回繰り返します。これをすることでかかとを上げるときにふくらはぎの筋肉で、上げながらこう閉じると内ももの筋肉で、さらにこの位置を維持するときにお腹の筋肉、この3つの筋肉っていうのを効率よく鍛えることができます。では今からこの運動を10回一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まずこの用意してもらったタオルですね、タオルっていうのをこの内もものところに挟んでください。で足は閉じてもらって、で腰が前に出ている人はちょっと軽くキュッと後ろに引っ込めます。でこの状態ができたらかかと上げ10回やります。ではいきますね。はい、上げて下ろして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではかかと上げの次の2つ目のやり方についてお伝えしていきます。ではそのやり方ですけども、まずこういった何か段のあるものを用意してください。で、ただこういったものなかなかないって方もいていると思うので、そういった場合は階段ですね、階段を使ってやってもらっても大丈夫です。ではこの段を使ってどうするのかというと、まずこの段の上から前からこうやって降りて戻ってってやるやり方をすると、こう降りる時って実は太ももの前かなり使ってしまうんです。ただ最初にもお伝えしたように、この裏ももの筋肉の方が大事になってくるので、ここの後ろをしっかり使ったやり方をやっていきます。ではそのやり方ですけども、まずちょっとふらつくような方っていうのは手すり持ってもらっても大丈夫です。手すりとかを持ちながら、この段差の上から下にですね、後ろ向きにこうやって降ります。でこっから上がる時も姿勢悪くやって上がってしまうと、しっかり足上げる筋肉とかを使えないので、姿勢をまっすぐしたままでしっかり股関節を曲げて、ちゃんと足を上げて段の上に戻る、これを10回繰り返します。なのでやり方をまとめると、まず段差の上に立って後ろ向きでですね、後ろ向きで一歩ずつ降りて、で次に一歩ずつ上に戻る、これをしっかりやることによって、このももの裏の筋肉をしっかり使えるのと、さらにこうやって段差に上がるときに、この足上げる筋肉と股関節をしっかり使うことが可能になってきます。ではこのやり方も10回一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まずこういった何か段差のあるところの前に立ってもらって、で、この上に立ちます。ここから降りて上がってを10回繰り返します。ではやっていきますね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では2つやっていかがでしょうか。ちょっとこれだけでも結構体疲れると思います。なのでちょっと水分を補給して一呼吸してもらって、最後1つですね、重要なこの3つ目のやり方をやっていきましょう。ではやり方ですけども、まずこういった壁ですね、壁にこうやって手を当てて、これもお腹をこうやって前に出すんじゃなくて、ややちょっと後ろに引くような感じで立ってください。
ではここからどうやるのかというと、このお尻とかもも裏の先の使えなくなる筋肉っていうのをしっかり使っていきます。ではやり方ですけども、まずこの状態から膝ってのをこう外側にこうやって向けるようにして足っていうのを上げてきます。ちょっと見やすいようにこっち向きからもやると、この状態から膝を外にしながら足をぐーっと上に上げてきます。でこうやって上げることによって、しっかりこの使えなくなってくるお尻の筋肉っていうのを使うことができます。でこのやり方でお尻を使ったら、その次もう一個やり方があって、次はこのかかとですね。かかとっていうのを後ろにこうやって持ってきて足を上げます。でこのやり方もちょっとポイントがあって、こう足を上げるときにつま先っていうのをちょっと内側に向けた状態で後ろに上げるようにしてほしいです。こうやって上げることによって、指先をこう内にするとお尻をそんな使わず、もも裏だけを使うんですね。なのでこのやり方でお尻だけ使う、次は内にしてこうやってお尻じゃなくてもも裏だけ使うっていう、この使わなくなる2種類のパターンっていうのを効率的にこのやり方で使っていきます。ただ中にはちょっとこの内側にしてやるってなかなかちょっと難しいって方もいてると思います。そういった方っていうのはもうつま先の位置あんま気にせずに、こうやって後ろに持ってくるってだけで大丈夫ですので、なので開いて戻す、で次は後ろにしてで戻す、これを右位置で左位置を 1セットとして10セットほど実践していきます。はい、ではこのやり方も左右1セット10セットですね、一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まず壁の前に立ってもらって、そのところに手を当てます。で腰の位置は前に行くというくらいので、後ろに引くイメージを持ってください。この状態で右足から開いて、で後ろからやっていきます。では行きますね。はい、右行きます。開いて、はい、閉じて、で次後ろです。次左ですね。開いて、閉じて、で後ろ1、開いて、で後ろ、はい、開いて、はい、後ろ2、開いて、で後ろ、はい、開いて、後ろ3、開いて、後ろ、開いて、はい、後ろ4、開いて、後ろ、はい、開いて、後ろ5、開いて、後ろ、開いて、後ろ、6、開いて、後ろ、開いて、後ろ、7、開いて、後ろ、開いて、後ろ、8、開いて、後ろ、開いて、後ろ9、開いて、後ろ、開いて、後ろ10。はい、では以上のやり方っていうのを3つ全部実践してもらうという形でも大丈夫ですし、ちょっと3つはしんどいなーって方は、まあ、できそうなやつから1つだけ実践するという形でも大丈夫です。でやる時間帯とかはできるだけこう体を動かすことっていうのは朝とか昼間とかの方がいいので、朝昼は1回ずつやるとかですね。なので朝3つやってもらうでもいいですし、どれか1つできそうなやつを1つやる、でさらにお昼帯のやりやすい時間帯にさらに3つやってもいいですし、1つやるんですね。これっていうのをなるべく継続してやっていただいて、普段使えてるような太ももの前の筋肉ではなくて、使えてない筋肉っていうのをしっかり使っていただいて、もう10年、20年、もう30年とですね、自分の足腰でもう生涯ですね、過ごせるような体作りっていうのをぜひ目指していただければなと思います。このチャンネルでは生涯自分の足腰を保つためのこういった情報っていうのを日々発信しています。なのでこの動画が良かったって方は、ぜひグッドボタンを。あと、こういった情報っていうのを見逃したくないって方はチャンネル登録と、チャンネル登録のボタンの横にベルマークのボタンがあります。でこちらのボタンっていうのを押しておいていただくと、通知があなたに行くようになるので、私の動画っていうのを見逃さなくなりますので、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンのオンっていうのをよろしくお願いします。